ルシャのシンボルであったオダールルーン親衛隊人種及び移住本部はナチスドイツの親衛隊の中にある本部の一つ。親衛隊員数が増加してくるとハインリヒ・ヒムラーは親衛隊員をもっと厳しく選抜して超新金髪壁岸の北欧人種によるエリート集団にすることを目指すようになった。1937年 リヒャルトバルター・ダレ・ヒムラーは、1931年12月31日の、新鋭隊員の結婚に関する命令の中で、SS は、特別に選抜されたドイツ北欧人種の団体である、と定め、隊員の婚姻は1932年1月1日より、許可制とすると定めた。そして申請された婚姻について、人種、遺伝的関係から調査を行う機関として、 リハルト・バルター・ダレ親衛隊大佐の下に、親衛隊人種及び重局が創設させた。しかし、不許可事例は少なく、婚姻許可制はかなり形式的になり、実質的にはあまり機能していなかった。さらにルーシャの人種委員会は人種について、1、純粋北欧人種、二、圧倒的に、北欧人種であるか、ファーレン人種、3、基本的に先の2つの人種だが、 それに、アルプス産地人種、ディナール人種、地中海人種が少し混じっている人種、4、東方系、もしくは、アルプス系、根血、5、ヨーロッパ人以外の外人種との根血という5種類の分類を行い、新衛隊員として選抜され得るのは1から3までと、定め、新衛隊員入隊希望者の人種的選抜を行った。 オダールのあしらわれた、ルシャ職員用のダイヤモンド袖小はじめは、親衛隊員の教育は、ルシャが担っており、ヒムラーと誰のイデオロギーに基づいた、人種教育が行われていたが、アーリア人種など空虚な人種的妄想や民族主義の、講義は隊員たちからすぐに飽きられて、不人気だった。結局、親衛隊本部に教育権が移された。親衛隊の本部制が導入されると、 1935年1月30日に、新衛隊本部と共に一番初めに、新衛隊の本部に昇格した。誰は1935年に制定された、ニュルンベルク法に定められた、人種、遺伝的犯罪を犯した者の逮捕の執行権限を、新衛隊人種及び、移住本部に求めていたが、その権限は、ラインハルト・ハイドリヒの保安警察本部にあった。 1938年に誰とヒムラーの関係は悪化し、ヒムラーは本部長をギュンターパンケに変更した。第二次世界大戦中には影響力をかなり弱め、占領地域へのドイツ人の移住、入植問題をドイツ民族性強化国会委員会本部やドイツ民族対策本部と連携して担当した。しかしル社の人種専門家たちは占領した地域に、 占領後すぐに、純血ドイツ人を84万人、ついで110万人、その後、毎年20万人を10年にわたって移住させるなどという計画を立てていたという。その他の主要任務としては、レーベンスボルンとアーネンエルベの実質的な運営があった。戦後にはこの期間に関わった者の裁判、ルシャ裁判が、ニュルンベルクでアメリカ軍によって行われた。 ニュルンベルク継続裁判の一つである。AB 平ね、P152 山下、P80ABC 山下、P81AB テイラー、小、P121AB 平ね、p 1 6 0 a b c d e ユアジャー P15 山下、P82。ありがとうございます。